2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は、ウクライナ軍に対して圧倒的な戦力を保有していたロシア軍が短期間にウクライナを屈服させると見られていたよね。だが2年目を迎えた現在も戦闘が継続して膠着状態となっているぜ。各国の上層部たちは支援疲れが見え始めているし、国民たちは両国の戦いにも慣れが見え始めているよね。さて今回はロシア軍の旧式戦車保管在庫は戦力となるのかということについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍においては全ての戦力でウクライナを上回っていたものの、ウクライナ軍を侮っていた上に戦略及び戦術の失敗が続いて兵員や装備において大損害を被っている中で、特に西側諸国からも脅威と見られていた大量に保有する戦車を次々に撃破、あるいは露覚されたことは大きな痛手とされているね。ロシア軍においては、旧ソ連陸軍以来の伝統的ドクトリンである、戦車部隊を中心とする多数の機甲機械化部隊の突撃によって、ウクライナ軍を一脚できると鷹をくくっていたようだけど、2023年2月にウクライナ南東部のウグレダールで起こったこの侵略戦争における最大の戦車戦において、ロシア軍は戦車装甲車などの装甲戦闘車両を130両以上も撃破され、戦車戦史上においても稀に見る負け戦を晒すなどして、イギリスの国際戦略研究所 IISS が2023年2月15日公表したミリタリーバランス2023年版では、開戦後1年でロシア軍が失った主力戦車 T72、T80、T90 が2000から2300両に達したとされていて、これは実戦配備されていたロシア軍主力戦車の半数となり、ロシア軍においてはその補充が進んでいない状況にあるとの分析を示されたよ。また動画や画像などの視覚的証拠から損害などを推察するオランダ発の軍事情報ウェブサイトオークスもまた、直近1年間でのロシア軍における主力戦車の損失数を確認できただけでも約1800両あるとして、実際の損失戦車数は IISS の分析と同様に2000両以上に上るとしているぜ。このペースで消耗が続けばロシア軍が現在保有する戦闘車両の在庫が枯渇するとの見方もあるほど損耗が激しく、ロシア政府は戦車メーカーのウラルバゴンザボドとオムスクトランスマッシュに損失した分を補填するために生産増を命じたが、両社では、新しい戦車を大量生産する能力も部品も不足しているというな。ロシア中部スベルドロフスク州に本社を置くウラルバゴンザボドは、新型の T72B3 や T90M を生産している戦車メーカーなんだけど、その生産スピードは遅く、ロシアのノーバヤ・ガゼータ氏によるとロシアの軍需産業における戦車生産能力は年間に250両以下とされていて、その損失に供給が追いつかない状況と見られているみたい。ミリタリーバランス2023年版によれば、ロシア軍がウクライナへの侵略を開始する前の主力戦車保有数は約1800両とされていて、その内訳は旧式の順に T62 約150両、T72 約1150両、T80 約200両、T90 約300両となっているね。IISS や OX の分析が事実であるとするならば、ロシア軍ではすでに配備していた戦車をすべて失い、損失に生産が追いつかないため保管在庫を稼働させていると見られていて、実際に旧式の T62 が最前線に現れてウクライナ軍に露覚されているんだ。ノーバヤ・ガゼータ氏やその他の情報を総合すると、例ロシア軍には戦時備蓄としている戦車の保管在庫が T72、T80、T90 を合わせて1万両あるとされ、その数だけを見ればこれまでの損失を補って余りある戦車が備蓄されていることになり、ウクライナ軍に西側諸国の主力戦車が供与されても十分に対抗できると思われるよ。しかしながら、問題はこれらの保管在庫となっている戦車の保管状態が劣悪なものが多いことにあり、その多くが金属部分に錆が発生し、ゴムなどは劣化して損傷しているため交換が必要とされ、標準装置などのデリケートな光学機器なども激しく傷ついているような状態で野ざらしにされているというぜ。それらのうちで稼働可能と見られているのは、新型の T90 はともかくとして T80 でも3000両とされる保管在庫の5割程度とされ、
6900両あるとされる T72 に至っては3分の1程度と見られ、稼働可能な保管在庫戦車は3800両程度であるというな。旧式な上に保管状態も悪いんじゃ使い物にならないよね。この1年間で、その在庫のうち状態の良いもの1000両ほどがすでに整備されて配備されていると見られているんだけど、パーツなどが不足していて現役として復帰させるペースが鈍化しているとの見方もあり、この先はパーツを入手するための共食い整備などが増えることも予想され、戦車の補充に困窮する可能性が指摘されているよ。そこで、西側諸国で警戒しているのはロシア軍の戦車戦術の転換で、それは歩兵部隊において満足な訓練を受けていない動員兵を配備し、犠牲を顧みずに突撃させてウクライナ軍の弾薬を消耗させる人海戦術を戦車部隊にも当てはめる戦術に転換させることだね。ロシア軍の戦車保管在庫には T62 よりも旧式の T54、T55 なども含まれていて、旧ソ連が崩壊する直前のミリタリーバランス1990年版では旧ソ連軍の戦車数は約6万2000両とされ、それらを現役復帰させて続々に配備させることで戦車の数量でウクライナ軍戦車部隊を圧倒しようとする戦術だな。旧ソ連が崩壊する前年に公表されたミリタリーバランス1990年版における旧ソ連軍の戦車保有数は、T54、T55 約1万。9320両、T62 約1万、1300両、T64 約9700両、T72 約1万両、T80 約4000両とされていて、ソ連崩壊後それらは独立した共和国に分配されたものの、そのうちの6から7割はロシアが保有しているとみられ、数の上では西側諸国の戦車保有数を大きく上回ると言われているよ。ロシア軍ではすでに T62 については最終型の車両に対して、標準装置などの近代化改修を施して戦線に配備していて、すでにかなりの数がウクライナ軍に露格されており、今後その割合が増えていくものと見られているが、近代化改修がどこまで進められるかは不明で、そのような旧式戦車では西側諸国が供与する、M1 エイブラムスチャレンジャーにレオパルト2といった、第三世代主力戦車との戦車戦ではひとたまりもなく撃破されると見られているんだ。しかし、犠牲を顧みずただひたすら数を頼みに突撃する歩兵部隊の人海戦術のように、西側の主力戦車1両に対して10両の旧式戦車を突撃させるほか、キルゾーンを設置してその周囲に多数の塹壕を掘って戦車を据えて土のうなどでカムフラージュしておき、おとりとする旧式戦車部隊を犠牲にしながら西側戦車を要する戦車部隊誘い込み、集中砲火を浴びせる戦術など、数に物を言わせてゾンビのように破壊されても次から次へと戦車を投入することで、恐ろしいほどの犠牲を出しつつウクライナの新戦車部隊を消耗させることは可能だろうな。ただ、そのように戦車を固定砲台として運用すれば直ちにその位置は発見され、ウクライナ軍の榴弾砲やハイマースなどのマースから発射される GPS 精密誘導ロケット砲、あるいは歩兵部隊の携行式対戦車ミサイルジャベリンによる攻撃を受けることは間違いがなく、ウクライナがロシア兵とロシア戦車の墓場となるであろうことが指摘されているみたい。また戦車保有数を確保したとしても、戦車を動かす兵員の操縦訓練が追いつかず満足に動かすことができないのではないかとの指摘が出ているね。砲弾を手動で装填する旧式戦車の場合、運用には指揮を取る戦車長一人、射撃を実施する砲手一人、砲弾を装填する装填手一人、そして戦車を操縦する操縦手一人の4人がそれぞれの役割をこなしつつ連携しなければ威力を発揮できず、さらに戦車部隊としても戦車間の連携が必要であり、車長が7から8年、砲手で5から6年、操縦手3から4年、装填手でも1から2年ほどの時間が必要であるとされているんだ。これは不慣れな西側戦車を運用するウクライナ軍でも同様だけど、戦車搭乗員の練度が同じであるとするならば、やはり物を言うのは戦車そのものの性能であると考えられ、ロシア軍が数で押し切ろうとしても、西側諸国がウクライナへの支援を続ける限りはやがてロシアが劣勢になるとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。